こんにちは。エフランク登山家の浜です。今回はスマホを機種変更したので、新しく買ったスマホの紹介をしたいと思います。今、撮影で使っているスマホは、シャープのアクオスセンスプラス SHM07 というスマホを使って撮影しています。2018年の9月頃に買ったので、2年使いました。だいたいスマホは2年で買い替えています。今使っているスマホ、アクオスセンスプラス SHM07 の不満は2つあります。1つ目が動画撮影時に手ブレ補正がついていない。2つ目がバッテリーの減りが最近早くなってきました。それでスマホを機種変更しようと思いました。新しく買ったスマホはシャープのアクオスセンス3プラスです。これは最新機種ではないです。発売されてから8ヶ月ぐらい経っています。本当はもう少し待って、もっといい機種に変更しようと思っていたんですが、楽天スーパーセールで40%オフになっていたので買いました。通常価格が48,800円ですが、セールで29,290円になっていました。私のスマホの希望としては、1、光学手ブレ補正と電子手ブレ補正がついている。2、バッテリーが 4000mAh ぐらいある。3、画面が6インチぐらいある。4、夜間でも綺麗に撮影できる。5、広角レンズがついている。6、ワンセグは入ってない方がいい。この1から6の希望のうち、アクオスセンス3プラスは1の電子手ブレ補正と2、3、5、6が当てはまっています。それで機種変更することにしました。夜間も綺麗に撮影したかったので、 Google の Pixel 5が出るまで待とうかなと思っていたんですが、どうせ高いと思うので、アクオスセンス3プラスにしておきました。では、楽天モバイルのホームページで性能の説明を簡単にしたいと思います。これが楽天モバイルのホームページです。これが私が今回機種変更したアクオスセンス3プラスですね。で、下の方に行くと、これが今まで2年間使っていましたアクオスセンスプラス SHM07 です。こっちの性能をね、ちょっと見てみましょうかね。こんな感じですね。画面は5.5インチ。あと、スナップドラゴン630ですね。バッテリーが 3100mAh です。これが今まで使ってた、機種ですね。で、新しく買ったセンス3プラス。画面が6インチありますね。で、スナップドラゴン636。で、広角レンズがつきました。で、バッテリーも 4000mAh あります。メモリーもいいですよね。ラムが 6GB、ロムが 64GB。次に、スマホを買ったページをお見せします。楽天モバイルでは機種変更していません。楽天モバイルで機種変更すると、税込み43,919円かかります。で、私は楽天市場から購入しました。こちらが楽天市場の中にある楽天モバイルスマホ専門店です。こちらから買いました、スマホを。今、楽天スーパーセール、9月4日から9月11日までセールやってますね。下行って、これですね。40%オフ。アクオスセンス3プラス。48,800円が29,280円です。これをね、購入しました。これが楽天市場の私の購入履歴です。アクオスセンス3プラス、本体が29,280円です。それとソフトケースも買いました。
ソフトケースが498円です。では箱から出してみます。こういうね、こう立派な箱に入ってます。お、でかいですね。6インチでかい。レンズがね、2つついてます。普通のレンズと広角レンズですね。箱の中は説明書ですね。取扱説明書、あと充電ケーブルですね。タイプ C かな、うん、充電ケーブルが入ってました。おお、綺麗。ピカピカですね。反射してる。すごい綺麗に反射しますね。画面が綺麗。まだ電源入れてないんですよ。電源をね、入れます。電源ポチ。お、入った。入りました。まあ、待ってる間にね、こちら。これはね、スマホの、ソフトケースです。安いですよね。498円だから、これ。じゃ、これをね、ケースに入れます。お、入りました。ぴったり。ぴったり入りました。ようこそ。出ましたね。開始。まだ SIM カードはね、まだ入れてないんですけどね。細かい設定がね、いろいろあるみたいなんで、まあ、それは後でやるとして、これからこのスマホで動画撮影をしに行きたいと思います。まあ、動画撮影をするためにこれを買いましたんでね、まあ、一番重要です、動画撮影が。では行ってきます。やっぱり手ブレ補正と広角レンズがつくとすごい見やすいですね。まあ、買ってよかったなと思います。まあ、3万円でこれだけ綺麗に動画が撮れれば十分だと思います。これからはね、このスマホで撮影したいと思います。またね、2年ぐらい使いたいと思います。今回はね、スマホを機種変更したお話でした。ではまた。